抑えられた天海抵抗せず3番手に車を引く中ここで長尾健太が地元の松川を抑えて赤番から先行体制に入りました。先頭は長尾健太 一方、後方からダッシュ戦に持ち込む1番の天貝和樹が5番の長尾健太をかましていくさあ先頭に躍り出る1番の天貝ですがインコース、抵抗する5番の長尾健太しかし湿地がついていけず1番の天貝が番手にはまる展開も譲らない湿地が追い上げて番手をキープ5番、3番1番、6番体制から後方から黒の勝負を松坂陽平がまくっていく3番、湿地の牽制かいくぐり逃げる5番の長尾を捉えた2番の松坂陽平7番の加藤慶二に切り替え3番の湿地とし さあ地元コンビワンツー体制4コーナーから直線まくった松坂陽平同県加藤圭一振り切ってゴールイン。 S, S 級準決勝1組目からは後方から豪快な幕僚を決めた松坂陽平と高マークを決めた加藤圭一地元コンビが見事ワンツー決着明日の決勝入りを早くも決めております迎えた競争は第10レース S 級準決勝の2組目短期戦阿部力也の動向を気になる中藤木豊か根田隆両者を先頭に2分戦積極性脚力上回る根田隆が 地元両者を連れて南関上位独占を狙う中、藤木豊が値段相手にどういった抵抗を見せるか、このレースのポイントになります。では、第10レースの s 級準決勝対戦メンバーをご紹介します。1番は地元神奈川、内藤秀樹さん。2番大阪の松村智和3番宮城阿部力也4番京都から藤木豊5番千葉の根田隆。 6番神奈川添島和人、7番兵庫の松岡健介。以上の対戦メンバーによって第10レース、S 級の準決勝2組目を争います。安倍の動向も気になる中、レースのポイントは藤木豊。近畿の先頭を任された藤木が、強敵根田隆氏を相手にどこまで抵抗できるか。 根太としては、地元勢を連れて南関上位独占と行きたいところ、第10レーススタートを切りました。まずは内藤添島、根田と連携する地元コンビが飛び出し、誘導員を追いかけていきます。短期の安倍力や、初日止められるもまくり上げているが、ここは決勝入りへどう立ち回るか。松村根田と並び、スタートを我慢した藤木宇多か。 初日抑え先行で見事な逃走劇を演じています番手は松岡健介動ける足を持ちますが初日同様の番手回り今日は藤木に任せ3場所連続の決勝入りを目指していきますスタートを決めた内藤が根田隆を迎え入れます初日は赤番前からの先行策、難関の上位独占に貢献しての3着その初日独占3番手で連携した根田に今日は近づけ相性はいい 内藤秀久そして3番手固めるのは副島和斗ここまでが本戦の難関ライン阿部は短期戦前々へ最後は空いたコースを突っ込みたいところそしてレースのポイントは藤木の出方初日逃げ切っているが今先行タイプとは言えない藤木が切符いいねだにすんなりかけられては厳しいここどう作戦を立てているのか仕掛けどころの動向が注目されます藤木には松岡そして松村がマークしていきます 縦一列変化なく2コーナーからバックストレッチ本戦の難関勢が成功法からの組み立て切符の良さには定評がある根田隆以前にも増して近況は後続距離が伸びています初日同様地元を連れての積極策が期待されます後ろは仕事人の内藤根田としても心強い味方ライン3番手は副島和人です阿部は短期戦まずは切れ目の4番手そして藤木 藤木が値田相手にどういった抵抗を見せるかその藤木をうまくリードしていきたい松岡健介3番手は松村さあ、近畿勢が上がっていく正攻法の値田ここはすんなり車を引きました前後入れ替わります難関勢が引くとベリ力也は切り替えての4番手さあ残り2周半ばんを通過 根田を相手に早くもふ化した4番の藤木豊、明治の先行策、その藤木の先行に応えたい、番手は松岡健介、そして2番の松村、主導権を握った近畿勢、一方、5番の根田隆、5番手に置かれる展開から、2センターから4コーナー、ロング負けで5番の根田が発進、さあ、逃げる4番の藤木郎5番の根田、とらえるか、番手発進は7番車松岡健介、5番の根田、苦しい展開、最終回のバックストレッチ、先頭、松岡、松岡先頭、5番の藤根田は失速。 5番、根田失速先頭7番の松岡その濃い阿部そして内藤の順で4コーナーから直線番手まくりの松岡が阿部を振り切ってゴールイン近畿作戦は2段掛けその近畿勢に根田隆敗れました藤木豊が男気ある先行策根田のまくりに合わせ牽制しながら番手発進は松岡健介その後ろ阿部力也が松村からさばいてキープしていましたが その阿部を振り切って松岡健介ゴール先頭で駆け抜けていきました勝ったのは7番者松岡健介巧みなハンドルさばきで2着キープは阿部力也3着入線切り替えた1番の内藤秀久です上位体制は7番3番1番しかし決定ではございません後ほどの審判正式決定をお待ちください 準決勝2つ目のカードでは根田氏がまくり不発に敗れ勝ったのは番手まくりの松岡健介2着は阿部力也が入り3着には初日特選2着の地元内藤が食い込みこの3選手が決勝進出を決めたため残る決勝シートは2つその席を争うのが最終レース S 級準決勝最後の組となります脇本勇希、吹沢幸太郎花田正史 この3選手が各ラインの軸3分線近況の先行実績から花田の選考はないと見れば脇本、吹座、両者の主導権争い共に先行でアピール中果たしてここどちらが先行に強いこだわりを見せてくるのかでは最終の S 級準決勝最後の組対戦メンバーをご紹介します1番は福井の脇本勇貴2番栃木の神山拓也 3番静岡、飯尾力4番、三重の浅井浩太5番、群馬福沢光太郎6番、千葉・花田正志7番、岐阜の吉村和幸以上の対戦メンバーによって S 級準決勝最後の組第11レースを争いますライン3分戦脇本・福沢両者先行バトルはあるのか 感激を突きたい総力戦は千葉の花田正史シリーズリーダー浅井昂太は脇本と発電系ここはうまくリードし直線勝負に持ち込みたいところでありますその浅井が発走準備整え終え構えての一声かかります第11レースの S 級準決勝最後の組各選手が全形勢に入ります最後にに脇元ハンドルに手をかけ スタートを切りましたさあまずは注目の一人飛び出したのが4番者浅井光太ですこの準決勝脇本勇気を目標にする浅井が誘導員の後ろ1役取りました前後入れ代わり脇本勇気成功法に立ちます今は積極的な走りで売り出し中初日は赤番先行逃げ粘ばての2着で予選をクリアしていますシリーズリーダー岐阜の浅井光太が迎え入れ 脇本とは発電系ここはうまくリードしていきたいところライン3番手は吉村和幸中部の2人が福井の脇本をマークして中部近畿のラインが正攻法からの組み立て群馬の吹澤幸太郎は初手は4番手初日予選逃げ切りで突破してきました当面のライバル脇本に対し叩き合い過去で抜幸勝負に出るのかき沢の出方がこのレースの鍵そのき澤をうまくリードし直線勝負に持ち込みたいのが神山拓也 北関東の両名は初手は中断です。一方、後ろ攻めは南関、幅広い先鋒を使い分ける時代タイプ。総力戦の構えは花田雅史。まずは後手踏まぬように立ち回り、ひと波乱起こしたいところ。初日同様の連携、南関筋で、千葉の花田マークは静岡のいいよ力であります。南関東、両名は後方待機。ラインの方は三分線。押さえてかけられる本格先行タイプ、脇本。 後ろ2人がつくのは脇本にとっては大きなアドバンテージ、別線の上昇に対し、突っ張るのか、それとも引くのか、その脇本には浅い吉村がマーク、吹沢幸太郎、切符の良さでは脇本に引けを取りません、その吹沢には神山がマーク、一方、花田、e を、飯尾、難関コンビがバンと上げていきます。じわりじわりと車を上げていき、脇脇をを抑えました。ここは脇元を抵抗せず車を引きます。 さあンを切った花田正司その動きに乗っていく福沢幸太郎一方下げた脇本5番手からの巻き返しさあ残り2周いよいよ仕掛けどころを迎えました先頭花田その花田を福沢幸太郎が叩いて出ましたさあ先頭に躍り出た5番の福沢幸太郎に対し1番の脇本悠希が中部勢を連れてのスパートジャンが入った3コーナー 逃げる5番の吹き沢に1番の脇本襲いかかるが神山は好ブロックさあ最終回に入った先頭5番の吹き沢、1番の脇本2番手外平装若干苦しいか先頭5番の脇本2番手神山ここで4番の浅井が切り替えて自らまくっていく北関東勢をまくりきった4番の浅井に続く2番の神山切り替え7番5番体制で4コーナーから直線は自らまくりきった4番の浅井浩太先頭でゴールイン。 2着は切り替え迫った神山拓也3着入選は7番の吉村和幸か脇本を相手に先行勝負に出たのが吹沢幸太郎脇本たたけず自ら浅井浩太がまくっていきました神山の牽制かいくぐり浅井浩太は自らまくってゴール先頭で駆け抜けていきました沢マークから 前残りの形で切り替えた2番の神山拓也が2着入選3着7番車吉村和幸上位体制は4番2番7番の順しかし決定ではございません後ほどの審判正式決定を今しばらくお待ちください 決定、1着4番2着2番3着7番小田原競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。 シャバン連勝副式24220円、シャバン連勝単式42290円、3連勝副式247660円、3連勝単式427 1180円ワイド24130円47190円27460円以上でございますさあ徐々にペースが上がっていく川越を制して大家が小酒をまず抑えて印を切りましたその大家をさらに抑える川越優勢 番手は中井、続く石川の妖怪一や下げた大谷は4番手をキープ、一方、6番の小酒、現在後手を踏んで6番手、赤番を通過後、1センターのカーブ、先頭4番の川越優勢、さあ、ペースがけ、番手は中井達夫、南関東両名、マッチレースとなるか、さあ、インコース、突っ込んで6番の小酒が中段を大谷から奪い取った、大谷はさばかれ、交代して、いよいよ最終回に入ります、先頭4番の川越。 番手は2番の中井達夫、南関東ワンツーなるか、3番手、5番の妖怪一江大勇樹、さあ4番手から6番の小酒太夫がまくっていく、2番の中井止めれるか、最終回のバックステッチ、先頭、川越、さあ6番の小酒、迫ってきたが、2番の中井がブロック、4コーナー直線、南関ワンツー体制か、逃げる4番の川越を2番の中井がかわしてゴールイン。南関東ワンツー体制 早坂は抵抗せず車を引き前後入れ替わりました鈴木は切り替えての4番手4コーナーカーブを出て残りは2周の赤番を通過早坂の動きを式に警戒する地元の友江番手は同県の石塚一方早坂現在は5番手さあ腰を上げてダッシュ戦7番の早坂がスパート合わせる6番の友江 打潮の激しい2センターのカーブここで地元の恵を叩き切った7番の早坂5番の内田はしっかりとついていき3番の宗方が口は開いたが3番手追い上げる内で粘る6番地元の恵直也、最終回のバックストレッチ先頭早坂2番手内田関東ワンツー体制か宗友恵、3番手取り合う展開で1番石塚のショートまくり2センターから4コーナー先頭早坂早坂先頭1番の石塚のショートまくりが届きました。 3コーナーから2センターのカーブ中段外平走、竹澤どこから仕掛けていくのか4コーナーカーブを出ると左前方に赤番を目にします前で待つ伊藤内に詰まった中村合わせる7番の竹澤赤番通過後の1センターカーブさあ7番の竹澤ここで中村を抑えさらに伊藤を抑えて先行体勢に入るこうなると伊藤は引けないか番手戦に名乗りを上げそうだ 2センターから4コーナーのカーブ先頭7番の竹澤さあ番手戦5番の伊藤が水谷をさばいて竹澤の後ろを取り切りました一方後方からは2番車、中村が渾身のまくり放って最終回のバックステッチ先頭竹澤2番手競り勝った伊藤そして1番の白井は2番の中村失速4コーナーから直線先頭7番の竹澤競り勝った伊藤が差を詰めるさあこの両者マッチレースは竹澤浩二振り切りました 一旦ペースを上げた原田ですがここは車を引いて現在はインコースの3番手アウト合わせていくのが重倉残り2周、中盤を通過先頭、の中重倉3番手下げた原田は5番手さあ、どこから仕掛けていく7番の原田。 先頭は6番の野中さあ見せ場を作った野中が最終先行番手は3番の永井2番の重倉が後方からまくり上げる7番の原田をブロック2センターから4コーナー1番の佐藤が切り替えていき原田涼太隊列の最後尾に置かれる展開で最終回に入った先頭6番の野中番手は3番の永井切り替え1番佐藤和則3番手後方から7番車、原田が渾身のまくり3番手そして2番手まで迫り逃げる6番の野中を7番の原田が捕らえる3 番長いの牽制限り7番の原田怒涛のバクリー一気に先頭でゴール駆け抜けていきました。 3コーナーから2センターのカーブここは先頭6番の馬場に代わり7番の高田が襲いかかるさあ両者もがけう展開か赤番前からの主導権争い今日も馬場、高田を相手に見せ場を作っていくさあ高田はどう出るか一旦車を引きました。 先頭6番の馬場ヒロ2番手、小シ中段外並走、外平壮7番の高田修太インコース4番の細野に5番の中井と並んで2センターから4コーナーさあ6番の馬場が見せ場を作る番手2番の大橋直人外平壮から7番車高田修太がまくっていき馬場を捉えるそしてその行為中井をさばいて星名千春が番手をキープ7番4番体制に1番の大島3番手最終3コーナー先頭、高田高田が先頭番手の星が差を詰めるさあ一騎打ちか 頭7番の高田から4番の星名千春かわしてゴールイン。 さあここでその田中を連れて勝俣が戦いを仕掛けに行き板垣を抑えます抑えられた板垣はここはスルーしてユードイン下げていきました先頭勝俣に代わって4番の田中3番手、平走はインコース板垣アウトを合わせる1番の中野で赤番を通過さあ地元の勝俣見せ場を作るか腰上げてペースアップ 番手は4番の田中、外兵装から1番の中野がかましていく、2番の勝又を叩き切りました、若干口が開いた7番の森川ですが、再びつけ直し、1番、7番と。 初日得点を踏んでいる中部近畿コンビが先手を取る中3番の板垣が後方からロングまくりで迫る7番の森川止めれるかさあ最終回のバックストレッチ先頭1番の中野3番の板垣のまくりを7番の森川が牽制最終3コーナー先頭1番の中野に3番の板垣襲いかかり7番の森川の順で4コーナーから直線は逃げる1番の中がまくり迫る板垣を振り切ってゴールイン。 このレースのキープレーヤー、動向が注目される5番の吉松ではありますが、一旦上がった吉松を中井がけん制して、再び吉松は車を下げました、先頭、中井、2番手、藤田、そして地元の佐藤勇樹。5番の吉松、再び下げての4番手、佐藤健が続く展開でスローピッチ、赤番を通過した1センターのカーブ。 さあ先頭2番の中井からここで5番の吉松がかましていく中井をかましきった5番の吉松先頭番手は佐藤健そしてたたかれ中井雄介は3番手からの巻き返しを図ります。2センターーーから4コーナー 仕掛けた5番の吉松に番手3番の佐藤健3番手立て直した2番の中井雄介がまくっていくが3番の佐藤が好ブロックさあ最終回のバックステッチ逃げる5番の吉松けん制かいぐり中井が逃げる5番の吉松に襲いかけるさあ並んだ中井と吉松2センターのカーブ先頭吉松吉松先頭に2番の中井がまくりきりそして藤田教習。中割った3番の佐藤で3人並んでゴールイン。 平走の後ろで稲葉そして隅付き隊列の最後尾で残り2周赤番を通過していきます先頭水森変わりませんその行為のマーク戦どちらが決着をつけるか山崎死守かそれとも西川が取り切るか平走の後ろで様子を見ている稲葉そして隊列の最後尾は隅付き、徐々にペースが上がってジャン先頭は1番の水森ここで山崎が西川から番手を死守1番5番態勢で稲葉一馬、 裁かれた4番の西川は4番手隊列の最後尾、住つき変わらず最終回に突入先頭1番の水森雄太番手は5番の山崎そして最後方から住つきがまくり上げ3番手まで詰まり最終3コーナー先頭、水森2番手山崎そして2番の稲葉住つきは失速4コーナーが直線は5番の山崎が差を詰めるも振り切りました1番の水森雄太先行逃げ切りです。